田中涼子です。はい。だいぶ慣れましたね。はい。悪いね涼子さん、いつもいつもこの真っ赤っかでどうして平気でいられるんですか。母ちゃんのカフェは潰れたんだよね。でもまた開くよ。捨ててください、上からの指示なんで。なんであんな人の葬式に行ったの。父ちゃんを殺したやつだよ。あなたおかしいですって。取り返しがつかないぐらいボロボロなのに、なんで生きようとすんのよ。そんなの分かりませんよって話でしょ。逃げていいでしょ、みんな逃げてるよ。私の問題だから。沈まぬ夕日のように最後まで心に燃え続けるものとは。あかね色に焼かれる。